こちらこそありがとうございました。ちょっと車を紹介してください。はい、まあ、うち、WinMax っていうブレーキメーカーなので、うん、まあ、一応ブレーキをちょっと中心に紹介させていただこうかなと思いまして、はい、これが、GR ヤリスの純正のキャリパーをアップグレードしたものになりまして、まあ、ちょっとまだ市販はしてないんですけど、全日本ラリーとか、はい、あとスーパー耐久なんかでテストをしているものになります。でローター径は、純正よりもかなりサイズアップした、370mm 径のものがついてて、かなり制動力があるんですよ。で今回ジムカーナーっていう撮影の課題だったので、パッドのコントロール性を重視して、まあ、ちょっと通常よりも効かない材質を持ってきました。逆に、はい、でそうすることによってブレーキバランスがリア寄りになるので、うん、まあ、細かいターンセクションとか回りやすくなるかなと思って。うん、ウマクさんってもともとパッドですよね。はい、パッドです。で今度はキャリパーの方に。そうですね、最近ちょっとキャリパーも立ち上げさせていただきまして、まあ、ちょっとオートサロンとかでも展示させていただいたんですけども、うん、それとはまた別のキャリパーになります。これキャリパーを変えると具体的にどういう風なあれになるんですか？普通の、うん、その普通の車のノーマルキャリパーとノーマルローターって、うん、やっぱ想定速度が全然違うわけ、うん、法定速度内で、うん、で設計されてるから、うん、でやっぱりこういう4ポット6ポットになると、うん、サーキット走るあるいは全日本ラリーのトップクラスになると、うん、ブレーキが加熱しても600度800度まで耐えられるっていう、そういうこと、ノーマルだともう効かなくなっちゃう、はい、なるほど、並走しますね、そうそうそう。でもこれローターキャリパーを大きくして、はい、例えばグラベルのセクションのラリーのタイヤとか入るのあるんですか？その際はブレーキユニットはまた別のものを、あ、また別のね、これはターマックっていう舗装用のユニットになりまして、今言ったグラベルっていうのはタイヤが14インチとか15インチしかないからね、15インチに限られちゃうので、うん、やっぱこんなでっかいやつホイールからはみ出しちゃうので、もっとちっちゃいやつなんで、うん、それはそれで耐熱性が必要になっちゃうんですよね、うん、はい、なんでもターマックだからこういうでかいの方が安心、うん、グラベルだと泥とか雪とかそういうところだからブレーキあんまり使わない で、ブレーキもこんな600度も上がんない、うん、確かに、なるほどね、もう全然上がんない、ね、うん、だからキャリパーもローターもちっちゃくていい、うん、ああそういうことね、例えば夏と当然冬も変わってきますよね、うん、変わるから、雪道とかそうそうそう、もう全然変わる、うん、こんなでっかいの入れる必要もない、うん、そうですね、今あれですよね、キャリパーなんかも、うん、なんか色つけたりしてね、かっこよくなってますよね。そうですね、これは、ちょっとテスト品っていうのを兼ねてて、うん、ちょっとアルマイト塗装っていうちょっと無骨なやつなんですけども、うん、まあ、市販化されてる今うちで今ラインナップあるやつは赤色塗装がされてる、うん、ウィンマックスさんって赤いシリーズとゴールドのシリーズとないですか？はい、赤とゴールドとシルバーがある、うん、あ、シルバーもある、はい、で赤のシリーズが、サーキットだったり街乗り用だったりっていうアルマシリーズ、うんうん、で、ゴールドが海外向けのダブルシリーズ、うん、でシルバーのが、ジムカーナダートララリーっていった、まあ、特殊用途向けっていうんですか、はい、黄色なんですか？黄色ね、どこから黄色が出てくる？黄色いいなと自分の好みでダメよ、黄色好きなんです、はい、だから3種類だよね、そうですね、色分けでね、はい、でもこのブレーキについてことは他の部分もパワーアップするわけでしょ、まあ、だから普通の人がこの GR ヤリスを買うと、うん、まあ、ブレーキももちろんやるけれども、うん、ブーストアップとか、うん、パワーを上げてくるよね、そうですね、ちょっといくらかかるんですか？まあピンキリですけど、まあ、ライトチューンと言われるので、うん、まあ、GR ヤリスで50から100、100万でプラスそのブレーキがもうこれじゃ物足んないなっていう人はこういうブレーキつけるよね、うん、サーキット走るような人はね、なるほどね、他のアップグレードに従ってブレーキもやっていただく感じですね、うん、そうですね、確かに止まれないと踏めないですからね、そうそうそう、一番大事、一番大事と思います、うん、そうですね、これだけど今回ご協力いただいてこれは使うんでしょ、はい、ね、はい、誰が乗るの？久保凛太郎、土屋さん乗られますか？久保凛太郎、あいつさ、うん、だって新井くんと勝負するのに四駆使う、はい、あれ、ひろきくんは FF ですよね。 FF に行く、はい、せこいやつだね。レジャーはね、そういう人間なんですよ。金に物を言わせる。いや、でもあっちはもう FIA の公認車両なんで、まあね、はい、そうそう、レーシングカーやっぱり市販車、ちょっと楽しみですよね、どっちも、楽しみだよね、はい、はい、車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。